はい、どうも、この週からです。今回ですけども、メタルハムスターズさんの謎解きコース、見たものが全てのお手軽謎解き、ノーインビジブルブロック。かっこいい名前なんだ。お手軽って書いてあるには 0.71% の謎解きなんでね、謎解きで 0.7 ってちょっとおかしいけどな、ちょっと。いやー、すごいハイクオリティやな。これ、プレイングももしかしたら必要になるんかもしれないですね。うん、プラスアルファで、これ、一番最初に投稿したやつなんでね、このコースとしては。あ、ほんまやな。この人の。初期から、どのレベルだったかっていうのが分かりますね、これ。お手軽謎解きって書いてる割には多分むずいんでね、これパッと見ノーインビジブルブロックん？隠しブロックはないと。キノコはキノコ来そうよ、来へん。いや、踏んだら来るな。あー、確かにな。来たところでどうしたゴールなのよ。 B で？あ、ゴール。え、ボム A 持ってかなかね、向こうまで。嘘だって。え、ああ、ほんまやな。ボム A 持っていかなかった。たぶん、こう置いて、なんか並べるんじゃん、こうやって。え？並べるんじゃん、こうやって。並べてどうなる？ボム A が、勝手に行くっていう話ないかな。ボム A どうやって出すの、あれ。P か。P 踏んだら、たぶん出るやろうけど、出て、行ってからどうなるん、これ。行ってから止まる。左行くんじゃない？左行って止まるやろ、結局。あー、じゃあ P を。これ流さなあかんのや、じゃあ。そうやな。多分。あ、行ってもだ。あー、はい、見た。終わった。あー、ここなんだよ、これ。確かにな。え、それなんだ。あ、ここに P スイッチを。あ、フォーブロック置いていくやん、ここ多分。流れるからけ。そう。ポンっぽくない？やってみた方が早いよな、もう。なんか。これで、その下に置いてバネを俺敷き詰めると思うんやここに。そしたら多分ボメ勝手にいくと思うんや、多分俺が思うに。ほらんちゃん来たんちゃん、これぽいやな。これいいんちゃん、これ。いいよ、あと押して、もう押して終わりじゃん、これで。ほら、ええ、あかんやん、あかんあかん。はあ、あそこバネいるってことは。あ、あ、あー、わかった。これは、ボム A が歩く道なんや。ここの。ほら。で、ここあっとは、最後。あかん、いって。え、あかんや、もう。で、これは多分ここや。これがこそここやわ。これもな。で、これも流していくやろ、多分。え、これ多分こうやろ。そこは、そこや。そこでいいんや。で、流さなあかんな。流したら流れていくと。で、これは道やな、多分俺が思うに。道こう、こう。もう一個どこに使うの？保険かな。保険。もう一個でも使い道、保険としか思えへんけどな、これ。もう一応やってみないで、それでこれでいけそうやけどな、パッと見。なんだこれ、いけへんの、これ。なんなんこれ、これで。いや、これいけへんねん、なんかわからんけど。ほら、ピッ、4がいるってこと、そこに。あ、これついこれ乗したら、はい、来ました。あー、これで、おー、いったやん。うわ、あ、いったんちゃう、これで来たぜ。おい、あと1つどこですか。知らん。いや、わからへん、それが今。とりあえずもうやってんねん、ピ。まあ、これでも、これが、ここはなんかどういう意味なんかなっていう。フェイントなんかな、これ多分。うん、それやってみたいんで、それで。スタート！はぁ。お、行った、クリアじゃん、これ。あそこ、流さなあかんじゃん。ほら。そこ流して行くやん。フォーや、フォーがいるやん、そこに。流さなあかん、ボムより先に。そしたら?あ、あかんのか。あかん。流してもあかんくらい。あかんな。まあ、とりあえず踏んで、俺がもう先に。そう、早く入れるってこと、そこで。流れてきたん、これ。え？うん？ボム、え、あれが流れてんなんか。うん。え？意味ないよな、でもそこにバネがあっても、ボム兵が来ても。まあまあ意味ないわな。死んでもない。意味ないな。
無理やな、壊されへん。ボムヘアやったらこっから行くわけやろ。こっからどうやってこれ上上がるんや、ここからボムヘア。ボムヘアもどうやってあっちまで行く、行く。あ、バネで横バネに押されて、あそこ行くってわけ。うん、そこでも取っとく。で、さっきこう流しとかなかった、俺が思うに。ダメした。あー、ちゃう。横バネじゃないもんな。横バネいかんのか、これ。ん、挟まってもだな。走れるやん、これって。すげえバグやな。あ、すげえ、持っとったら走れるやな。待ってもだもん。バネじゃないと跳ねへんやん。だね、バネじゃないと跳ねへんから絶対バネやろな。でも上跳ねさすには、でそこで止まるもんな、ボム兵が。その後に横バネを先に生かすことできんのかな、なんとかして。絶対無理やけど、この感じだと。ああ、惜しい。横バネに、の下に縦バネを挟めれば成立するやん、多分。まあ確かにな、横バネの下に縦バネを間に挟めた時。うん、なんかないんかな、方法。とりあえずこれはまあ間違いなかったと思うけど、最初は。で、この後に下から縦バネを抜き取ってこのここに流すことができればポンポンっていくかもしれない、もしかしたら。ボムヘッ、あ、行くわ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 。あ、オッケー、行った行った行った、多分行ったわ、これ自信あるわ。見とけ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 、取りますこれ。うん、もうちょっとこれ邪魔やな。どうするの、そっから。あかん、取れへんのかこれ。ああああ、待って、これ逆に仮に、ほら、こうちゃう。ほらほらほら、いったいった、ほらいったいった、ほらほらいった。うわ、これやろ。だからポーブロックの隙間ちょっと開けとかなあかん、もうちょっと人が歩けるぐらい。人歩けたらでもこれいけへんもんな。それがわからんな。さっきの行ったね。行ったじゃん、さっきの完全にな。上やろ。で、これでこのポーブロックの歩ける道を作っとかなあかんっていうのが俺のあれなんやけど、考え方なんやけど。でも歩けるとこあったらあれやもんな、ボム兵がハマるはずやけどな。これハマってまうな、ボム兵多分。まあ、ハマでもだらあかんな。なんとかハマらず行く方がいい。あー無理か、間違っとんかな。じゃあ、ん、押してみる。いやー、どうなんやろね。あのバネを取れればな、完璧ないけどな。ほら、ダメですわ。この下のバネを取れれば、下のバネを取れれば成功、成功するんやけど、作戦成功なんやけど。下のバネは取れへんから作戦失敗するっていうのは。こう乗せてあかんの。え？あ、無理か、足りひんよな。何を？ここに無理やった。オッケー、意味ないわ、意味ないわな。おそらく意味はないやろな。見えた、さっき俺
あの裏技的な見せた俺先。裏技。いやこれもいったわ。行きました。もう自信あります。はい。これめっちゃ大事。ここギリギリ踊るやんこれ。ギリ踊る取れるやん。ほらこれの証券。で取るねん後でこれを。あいつが行ってまう前に縦場に行く意味ないやん。うん。取るってああ。そう。こいつ別にいらんかったわ俺特に。こいつの使い方ようわからんかったからもう邪魔や。今度よお前。どうして？どうして？こで、こそこに流してほら！うわあとはこれでいけるかどうかや行ってくれ頼むボム兵行けボム兵よっそれが正しいやったクリアしましたうわきたウォークリアあの縦バネを上の縦バネを取れるようにしとったら下に流せるから、うん、そうそうそう流せたっていうはぁ綺麗にいったな多分これやろな、うん、いったなあれは、まあ、ボム兵がその空中でボーやるのはまあ一応初めて考えついた謎解きこれってどんだけすごいねんって話やけどな、うん、ちょっとおかしいやんこれが最初の謎解きやとしたら、まあうん、天才やなこんな絶対パクリオンも大事なこんな謎解きこれでも何個もそのなんか作っとるからなすごいんやないやー面白い謎解きでしたねこれはなんやねんはいというわけで今回はこれで終わりますありがとうございました明日